はい、皆さんこんにちは。ハミツアップスターズターザンの放送です。そしてヤオです。はい、よろしくお願いします。ヤオです。ということで、今回はタイガー桜井さんお休みですということで、今回使っていくのはシャーロック・ホームズ進化ということでね、はい、このような、性能となった大丈夫、元気なくない。いや、そんなことないっす。嘘、もっとほんと、いつも意味わかんないこと言ってるもん。いやって言ってるやつ。いや、俺はなんかおかしいやつみたいな、やめてください。そこは否定しない。まあ言って言うなら、まあちょっと神川の時も元気なかったから。いや、だいぶ引いたんすけど、うん、まあ、次の機会で一体しか引けなかったショックを引きずってるっていうことです。いや、ダメなんですけどね。いや、しょうがない、それですね。しょうがない、ガクナだけに。リアル、リアル、リアル。はい、ということで、進化、はい、進化使ってみます。まだ僕使ってないんですけど、ちょっと、はい、ちょっと使って試していこうという。なんか書いてあることはすごいこと書いてある。いや、カタログスペックはマジでマンジっすね。マインスイッパーね、なんかちょっと調子出てきたね。切り替えて、アンチダメージウォール、アンチ減速壁、壁なんで、減速する壁あるじゃないですか。はいはいはい、稀にジューダスとかに、はいはい、稀によくあるんですよ。そう、ジューダスとかだからめちゃくちゃ強いと思います。稀に、はいはい、稀に電撃キラー、これもなんかはぁって感じだけど、でもこれはヒットするごとに上がっていくキラーで、最大で2枚 M。 なるほどね、ってことっすね。カンカンできたら強いみたいな。そう、で、これがどれぐらい結構連撃しないとマックスまでいかないのかな、はいはい、でもハマったりしてると絶対、まあそれそうだよね、強いと思うんで、まあちょっと使ってみたいですね。はい、じゃあやってみますか。まあ、はい、SS は自強化。はいはいはい、自強化ですね。で、これこういう書き方珍しくないですか。まあ確かに、まあ、なんか一番最初のモンストの、うん、その表記いるみたいな。そうそうそう、比類なき探偵能力みたいな。いや、これなんかちょっとなんか世界観大事にしてるのかなって感じがすごいですね。で、友情コンボが、うん、超強化全方位ショットが、これも結構、間とかに言うと強いんで。そうだね、はい、なんか貫通しないなんかタンポポに友情的な、うんうんうん、イメージ。近場にいるとダメージの方がチームみたいなやつか。はい、じゃあやっていきますか。やってみましょうかね。で、今日はちょっと試してみたいんで、はい、ケーキ25。あらららら、どうなるかな。周りちょっと難しいところじゃないのこれ。さあ、まあどうなるかな。なんかこれなんか使ってみた動画でもなんか適性上げてたの。ああ、なるほどね。じゃあいけるんじゃないかと。うわ、俺初めて見るな。本当かって。ちょっとまだ怪しんでるね。ちょっと怪しんでる、信じきれてない。信じきれてないですね。これはどうなんだと、はいはいはい、いう感じでやっていきましょう。うん、まあ、友情コンボとかだから見せづらいとは思うんですけど。うん、やばい、ゲージアイテム使えばよかった。あ、ゲージがね。そう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 。ゲージミスでやられることもある。そうそうそう、そういうこともあるから怖いですね。はいはい。ちょ、慎重にやっていこう。もうここはもうめっちゃ周回したのも。いや、全然今周回できてないですね。うん、だからまあ。周回しなきゃな。まあでもこれでね、持ってないんで、そのそれこそね、ホームズが使えるんだったら、実際そうっすね、うん、かなりいいっすね。これでね、アクチになったらいいよね。で、これ超アンチダメージウォール持っとるんで、うん、持っとるんで、はい、いいっすよね。さあ、ピョピョしている。ピョピョしている。これはもういいっすね。はい、切なパワーで。切なパワーでも超きついっすね。ああ、超きついっすね。こういうあれなんだ。さあ、まあこことかで、はい、まあ、なんか身の強化とかこれ有機なんで、うん、あんまり良くないかもしれないですね。できればこういうところは本当に砂繰りがね、砂繰りが強いやつがいいよね。まあ超アンチダメージオール、うん、なるほど、これぐらい削れるのか。地雷モスも連撃キラーか。そっか、あ、そうだね、そうだね。いっぱいヒットしていきたい。スピードアップとかとやっぱ組み合わせるのがいいのかな、うん、って感じがする感じですかね。でも後半伸びるだろうね、うんうん。まあ、これ、絶妙にむずいな。よしよしよし、おー、ナイス。短縮したい。 SS も打ってみたい、マジで。そうだね。てか相当こいつスピード速いんすよ、うん、やっぱり500キロオーバーなんで。はいはい、はい、あんちゃだけど。さあ、いいとこいんじゃん。いいとこいますね。おー、うめえな。これで、はい、ここの雑魚処理ちょっと面倒じゃなくて、うん、難しい。面倒、要するに面倒や。ちょっとまろやかに、なるべくまろやかに動くと。OK、OK。はい。で、はい、次は、やすちゃん、連撃キラー。はい。見せどころ。さあ。弱点なし。スピード速いんで、おお、連撃キラー。おお、結構火力出るな。ね、すごいね。そう、これで、
地雷も持てるからね。うん、で一応アンチダメージボールだしね。そうですね、ゲージだけね。だ結構だからダメージが出る要素は多分いっぱいあるって感じだね、うん、おい今は地雷持ってて超アンチダメージボール、うん、いけるね。なんか別に属性的にはね。そうですね、でなんか結構キリが痛いんで、うん、そのキャラ分けられるっていうのは、うん、でかいかもしれないです。こいつがめちゃくちゃ強かったら。さあアージーアージーユー強力コンボ6されていく。それでもはい処理して、じゃあちょっと連撃、うん、連撃マンいいとこにいるね。おう、あ、さあ、あーあーあーうわー、クリティカルなんだ。ただクリティカルか、そういうことか。連撃キラークリティカル、こいつムキムキやん。いや全然今使ってて全いいっすね。ね、悪くないっす。そう思ったよ、邪魔に全然ならないし、パワフルやな。悪かないね、なんとでも、うん、ダメージも一つの選択肢としては、うん、今のところありな。普通に使われてるもんね。してますね。なんか無理して使ってますって感じではない。じゃないですね。少なくともおい。じゃないですね。これは紋章パワーです。紋章パワーなんで。ついに殴り倒すそうだ。あぶゲージ。おい。まあ、切な使いながら。いててててて。さあ、連撃キラこれですよ、これ、まあ、これ防御アップしてる段階なんで、うん、これでもね、うん、削っていっちゃうというの、僕は交流します。ガードの上から削っていく、はい、はあ、頑張れ頑張れ頑張れ、ね、ライム回収して、回復もして、まあ、サクサクいけてるね、うん、まあ、周りが強いっていうのもあるけど、まあ、そうだね、これ邪魔にならないっていうのが、うん、SS も打ってみたいっすね。しっかり倒して友情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 、ああここで友情はね、うん、あれなんで絶妙にむずいな、絶妙にむずいな。戻ってきた、いくらが戻ってきた、おっと、おっしゃー、まあ、キャ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 。さあ、これで SS も打ってみようかな。20ターンか、たまらねえかもな、うん、ちょっと我慢しますか、うん、ちょっと我慢して、これもいい感じに入ればめっちゃダメージ出そうだ。そうですね、おすすめね、ちょっとか入ってくるか、あ、やべえ、すげえうめえ、いや、すげえうめえ、逆にの逆にのパターン、まあ次は切りなんだよ、そんな HP 確保したと切っていくと、で楽しい、これむずいっす、その位置からスタートするんだね、結構あれだね、さっき学んだんだけど、あ、学んでねー学んでねー、さあでもおー、また切り振る、さあ次はミッキー、よし、ちょいの、おー、オッケー、そして切り、ホームズターン帰ってきた、そこまで、さあ下にしっかり電流キラーが入っていく、友情も強い、もうちょい出てほしいな、頑張れ、まあ、ミデ強化はやっぱでもしたい感じかな、うん、できるだけ余裕なんで、友情よりはここではってことね、そう、はい、あと SS が気になる、さあ抜けていった、ほんとジューダスとかだったらもう暴れるだろうな、うん、こいつは、さあまずは倒してこう嫌いなんだよな、上なんだ、そう、なんかブロックが微妙にね、降りた動きをしなきゃいけないから、あお、あやばいやばい、こうなりがち、ちょっとこれ削れてるんだな、回復しながら、さあほらこうなるこうなるこうなるっちゃうんだよ俺、
怖っ。確かにちょっと嫌だね。ちょっと嫌っすね。ちょっと緊張感出るね。緊張感出て、次持つか持つか持つか。うわっ、いや、こうなるんだよな俺、やばい。SS、じゃあ SS します。逆転がなかなかね、雑に打ちすぎたかな。触れない。いや、これ雑に打ちすぎたかもしれない。オッケー。あぶね。あぶね。雑に薄い。で、切りが来るんだよ。やばいと俺声でちっちゃくなるから。さあ、一旦立て直したかなっていうところで。だけども、まだ油断はできないと。いや、マジ、声ちっちゃくなる。えっか。下に行ってしまったか。ホームズ、ホームズ頼む。超アンチダメージオール。超アンチは、あ、ちょっと、本当に。せつなもピヨってしまったが。さあ、右から入っていこうという。よし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 。おー、ナイス。いや、いいスピードだわ。500キロだもんね。当てよん、当てよん。何行こう。ラグナンに横から切り、次入ってく。弱点も殴って、はい、ついさあ、反射タイプ。あー、じゃあよし、 SS どうしようかな。ラスト打つか、ザコションにも使えるから、うん、どっちでも良さそうだよ。で、ゴイがアップしてる。さあ、ここ嫌いなんで打ちます。一旦ね、嫌いなんで打ちます。早めに安心感を得た。早めに安心感を得たある程度削っていきたい。これ蘇生はないんだよ。さあ、一気に処理していく。どんぐらい早いんだろうな、これ。さあ、左上が残って、これ打ちたくないよ。あ、くそ。まだ削りは十分って感じ。削りはいいんですけど、はい。さあ、刹那で刈り取る。だいぶ削れてんな。さあ、地雷。こっからはもうしっかりスプリッツァーを処理して殴り放題と。よし、素晴らしい。おー、もうこれはもう、これもうガラ空きの、ガラ空きのボディに奈落のリバーに、もう殴らないですよ、あえて。奈落のリバーにちょっとぶち込むか。リバーね、リバーブルをしますか。地雷も出て、これ自分自身、あー、ちょっと待って、ダメージオール拾えないかも。最大火力出したいですよね、うん、電撃と縦でいきますね。横だと超アンチダメージオール拾えないんで、縦関してやばい、わらだな。そう、絶妙な薄さをね、そう確保したよね。さあ、おお、終わり終わり、いい感じにバウンドして、おーおー、なるほどね。凄まじいダメージを稼いでいった。最後は決まるかな。刹那が地雷を持ってフィニッシュと。なるほど、素晴らしい。はい、ということで、でも実際でも使えなくはない。そうだね、うん、って感じだった。強いんだけど。そうだね、うん、でもこう最悪ね、何かしらリバティとか、うん、ドロシーとかいないって人はいいかもしれないですね。属性違いでもこんだけ使えるんだったらね、うん、全然そうですね、ありなんですけど、選択肢としてはありな気がするけどね。はい、ということで、まあ、さっきのクエストね、ちょっとあんま友情の威力とかちょっとね分かりづらかったと思うんで、まあ、友情が通りそうな大黒天に、はい、そう、友情やっぱ見てみたいですよね。ね、行ってみたいと思います。でも殴りは本当あれ光相手だったらやばいんじゃないですか。うん、連撃キラーも持って、地雷でも殴、ね、殴り上がるし、ダメージボールでも上がるし、連撃でも上がるし、ね、ね、いや、殴り強い、これはもう、あ、もう殴り強くないですか。マッチョですよ、こいつは。
こいつマッチョっす、ね、とんでもないマッチョですよ、とんでもないマッチョです、ね、はい、じゃあ友情、いえいえいえ、おお、あそこから持ってくんだ結構いいな友情、雑な友情、今回雑な大黒点なんでタイトル、まあショットガンだからね、まあ、そんなにこう、そうですね、なんかこう指向性がないんで、こうやっぱ村はあるけども、うんだって1粒が 15,815 でしょ、めっちゃ強いっすね、密着状態だとそういうの、うっブリブリヒョンなんかヒットストップ的なものが起こるのかな、あ、ちょっと封じられちゃうんでこれは、はい、さあ、視界的に、あらら、すごい、うぇーバジモンかよ、いいよいいよ、次は端っこにいるなあ、でも次待って下にいるね、右下だったよな確か、 4P がグルルほら、あーし、いや、そうだね、あーし、むず、普通に殴り見も見せられそう、うん、3体あーくせー、頑張れ頑張れ、おっとムソルグ、ただまあ、ちょっと殴りを、はい、単体のマッスル具合をね、マッスルミュージカルしますか、うん、マッスルミュージカルいけ、筋肉が躍動する、あらら、いや、いいね、いいね、いい感じ、いい感じ、いい感じ、 SS ですかっつうの、削るの、あら、しゃしゃしゃ、さあ、まあ、ワープないんで、ダウンさせられちゃうな、よしよしよし、おえ、なんかもうすげえダメージいたんだけど鬼に鬼にえらいダメージ出ましたね、あ、かゆい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 っすかゆいっすね、うわーいいね、おおお、あー、やっぱ近いと近いと強いっすよね、うん、しかもダウンしてですもんね、うん、ダウンしましたね、いやーこれ、よし次はちょっと友情コンボ、死に、うん、おお、すげえ、あれで下溶けるんだ、いい威力出ますね、そこまで硬くないんで、あそこ、あいつがどっちか暴れで、はい、入ってきて、あ、強い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 、うん、ショットガンで雑な、雑なね雑なところに放り込まれてもある程度仕事してくれる、うん、こいつは適していなくても、弱点弱点、わあすげえ、ああ強いな、あのちっちゃいのであんなにね、出るんだっていうね、そうですね威力はすごいね、強い代わりにまあ貫通はしないんで、うん、爆発合わせてなんか爆発しながら当たりに行ったりとか、あできたらいいのかな、弱点近くに向かって、うん、さあ一旦休憩ステージだけども、おいおい、はい、上行っとくか、行ったね、ワープ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 、さあ薄めで連撃、連撃もいいね、さっきなんか一瞬なんか時が止まったような動きを挟まった時にヒットストップ起こるな、やべ一撃がやべえ、さあ、まあ、若干下かなって感じはあるけど、そうですね、 SS 名、なんだっけ SS 名、そう、比類なき探偵能力探偵能力すごいからな、友情コンボ当たっていきたいが、ちょっと無難に潜れてね、死も見えるんで油断するとね、ここは、うん、今回友情貫通しないんでね、雑にはいけなそう、まあ、ちゃんとよし、これで OK、ナイス優勝、ナイス優勝、いいね、バーン、で、これも優勝いきますか、はい、ごめん、やばいやばいやばい、壊す壊す壊すやばい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 これ 4P だったら壊すな、すげえな、4当たれんですね、あ、でもこれ探偵能力連立いけるよ、探偵能力、いやー、おー、いや
ちょっともうちょいつけたかったな。で、友情コンボを信じる。OK。はいはい。OKOKOK。OK、よく出る。SS4P 打ってみようかな。次、うん、下にいるんで、縦勘で。そうだね。どのくらいダメージが、ね、伸びるのかっていうところは気になりますね。つけすぎたか。あ、友情コンボ、友情コンボ。おー。オッケー、オッケー。いや、ワープ乗ってくかな。あ、乗っちゃったか。バカ弁慶。雑いくか雑。さあ、ストライショット。エンド・オブ・ザ・ミステリー。ミステリー行こう。おお。でもそいつを殴っても意味ない。オッケー、ナイス雑。おお。ナイス雑。近い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 。近いですね。友情コンボも。友情。友情。オッケー。ああ、やばい、友情いい。敵近いと。うん、よく出ますね。そうだね、そうだね、すごいっすね。しかも 4P いい位置だな。雑魚処理にも良さそうな。うん、ね、うん。サムソルグスキー。許し降りていきながら、オッケーオッケー。これは、まあ、友情拾わないわ。いや、まあ、貫通しないのがちょっとあれですね、仮面とか、まあね、密集してるとちょっと。いけ、よいしょ、ちょっと足りない、足りなかった。コンボが足りなかった、コンボが。さあ、降りていく。はい。ムスロベルとか打たないっしょ。渋いことになるでしょ。さあ、ショットガンで近くにはいたいな、これできるだけちょっとまだ遊ばせてもらうぞ、大黒天。お前とは。お前とはまだ遊ぶぞ。まずね。まだ遊ぶぞ。まだ接待するから俺、こいつを。次のターンで接する予定と。まあでも、結構、せっかく削られてたな。うん、これで、終幕です。終焉です。さあ、これで、スピードアップも乗って、連撃逆転もね、あると。スライショットエンド・オブ・ザ・ミステリー。おお、バカ野郎。あ、おお、綺麗に決めろ。あとワンタッチ足りなかったね。ワンタッチ足りなかったですね。ここでムーソルグスキー。SS 過剰だよ。いしょ。そういうことで、これまあ結構リアルな結果になりましたね。そうだね。うん、まあ、やっぱある程度配置も大事になってくるしみたいな。そうですね。ところはありつつも。さっきの25の1個の選択肢としてはあり。うん、ありだと。普段使いとしてはやっぱりここ以外今来てなかったのできなかったんですよ。10出す。うん、そう、もう1個アビリティがそのアンチ減速壁なんで、はい、まあ、10出すでちょっと使ってみたい。うん、試してみたいツールはそうだね、ありますね。まあ、露骨に適正っていうところで言えば、はい、はい、でスピードめちゃくちゃ速いんでね、はい、ここもかなりムキムキキャラだと、はい、いうことでしたね。はい、ということでぜひ皆さんも使ってみてください。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。